はい、始まりました。美文字ドクター山口芳水です。美文字は輝き続けるアクセサリー。本日は佐賀市の小学校パート3ですね。早速第1項目、鍋島です。ボールペンはジェットストリームの 0.7 ミリを使用しております。はい、まず鍋島の金編、左右対称に書きすぎですね。こちら編は右を短くしていきます。見やすいようにアップします。はい、書き順間違えないように縦が先ですね。口の出るところ気をつけながら、これ少し縦に行き過ぎですね。横に1回逃げます。縦、等間隔を意識して足長く、山の字は小さく、鍋の字が少し大きくて島の字が少し小さいですね。はい、こちらの金編と違って金流は右払いを長く意識して書きます。12画目を少し上げます。縦、はい、中にこうつまらないようにします。中につまらないように縦に入れます。金龍、上を短く、ここも中につまらないように虹のように丸く書いてあげます。それでは行書コーナー、1、2、でここをつなげましょう。柔らかく縦横、ここは柔らかく丸く書きましょう。行書らしく丸く柔らかく書いていきます。つなげて柔らかくトントン上に上げて、またつなげます。足長く少し丸く書いてあげてください。金龍、柔らかく1、2、縦、つなげるとかここですね、つなげてください。1、2、つなげます。はい、次3項目は久保泉と芙蓉ですね。はい、少し頭が大きくて足が短い、これはドラえもん状態ですね。こちらもボの字もドラえもん状態になっております。頭を小さく書いて足を長く書くことが美文字のコツであります。人弁も2画目以降を外に出してください。2画目を外に出します。頭は小さく、足を長く意識して、左、右、余白は右の方を少し広くイメージして書いていきます。こちらも頭を小さく、足を長く、こちら水の字ですので左側はくっつけないです。右側はくっつけます。こちら全部くっつけないようにいたします。はい、草かむりですね。草かむりは上と下が同じ長さになっておりますけど、上の方が長いですね。上を長くイメージして3画目が上です。1、2画目はしっかり上げて、夫の字左払い、下に行かずに真横に行ってください。で、右下をしっかり下げます。重心ですね。草かむりは上を長く、下を短く、次の邪魔にならないように
1、左払い、右止め、左払い、大きく、上より大きく広く見せてあげてください。口は小さく、出るところに気をつけて。はい、行書コーナーですね。ここつなげていいです。止めましょうか。1、つなげていいです。つなげて、つなげて、はい、こちらトントンでいいです。ひらがなのイのイメージ丸く書いてあげましょう。トントン、中からつないできて柔らかく書いてあげます。久保泉。はい、草冠は何種類かありますね。1、つなげていいです。止めましょう。こういう草冠もありますね。1,2 普通に書いてもいいです。丸く持ってトントン、柔らかく、はい。3番目、新鋭と若くすですね。こちら長さが一緒になってますね。漢字はどこか一つだけ、一本だけ長く書いてあげるとかっこよくなります。はい、広く持たせて、ここを長くしましょう。はい、右は短くですね。これ長すぎると作りの邪魔になりますので短くしておいてください。足は長く、足が短いとドラえもん状態になりますので、頭を小さく、足長く。はい、これ2画目の方がちょっと上です。2画目と3画目高さ一緒。1,2 少し6度上げます。かっこよくなります。はい、ここの交差点からしっかり出てあげましょう。広く取ってポン、詰まらないようにですね。出てくる位置がですね、ここの交差点から出てくると足が長く見えます。こちらちょっと短いですね。はい、草冠は頭の方が長いです。頭の方が長い、三角目が長い。書き順気をつけてください。右は縦からです。横、口、出るところに気をつけます。出るところはいつも言っているようにこことここですね。はい、木偏ですね。しっかり上げます。しっかり上げて頭を長く、交差点から出てきて4画目、少し下です。はい、これも頭が長い感じですので、南の字は頭を長くしときましょう。しっかり上げて角作って、はい、つまらないように、ここガンダムみたいのつまらないようにします。 1,2 縦。はい、行書いきましょう。1、柔らかく書きます。つなげていいですよ。で、ここもトントン、つなげて、中から出てきて、中から出てくる。トン、1、2、3でつなげましょう。広く持ってきて、しっかり上げて、交差点から出てきて、ちょっとずらして、トン。はい、草冠、いろいろありましたね。こう持ってきてもいいですよ。柔らかく、木偏は、3、4をつなげます。1、頭長く、柔らかく持ってきてください。1、つまらないように、広く足長にポン、若くすですね。はい、次、海西、諸富、北南ありますね。はい、海西はまず左と右、大きい方はどっちでしょう。左は実は小さく、右の方が大きいです。右を大きく、はい、ここが鳥居のようにならないように、ちゃんとしっかり左払い、トン、鳥居みたいにトン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 ならないようにします。こちら書き順間違ってますね。こういう風に書いてる人は書き順間違ってます。一から書く人はこうなります。はい、1、2、縦、
くしてポン。長いとかっこいいですね。こちらをこじんまりとしてここを長く変えてあげるとかっこよくなります。はい、ごんべん左をしっかり長くちょんちょん止め、口もここ出るところ大切です。トン。ここ斜めがきますので、ここにちゃんと余白ができるように左払い、日の字出るところはここだけですね。ロドミ。はい、横口中心が揃うように計算しながら配置していきます。縦、若干こっちの方が広いですよ。はい、行書縦、こう打っていいですね。トーン、ワンツーでポン、1,2ワンつなげてポン。はい、正の字は縦が先、ここからつなげていいです。つなげてもう一回つなげましょう。ここまで、そして長く書いてあげるとかっこいいです。トーン、見えない線でつながってます。ポン、書いてあげると広々としたイメージになります。ごんべんもちょっと上級コースになりますけど、こういうつなげ方ができます。 1,2 つなげてトン、柔らかく入れていきます。トン、ちょっと下が広くなるように配置してください。1、頭を小さく変えていって、下の短本タを広く持ってきてあげるとかっこいいです。つなげてトン。はい、最後になりました。カスが来たと川上ですね。はい、春の字左右対称みたいになってますね。こちら法則がございます。1、2画目からちょこっとずつ上げていって、だんだん上げてあげます。はい、それでは変えていきましょう。1、だんだん上げます。左払い、右払い、ここに隙間ができるように工夫してください。縦長で出るところが決まっています。同じ日ですね、同じ日、春の日と同じです。出てください。北、こちら小さく、右の方が大きいです。頭をしっかり出して若干上げます。トン。はい、川上ですね。1,2ちょっとこっちが広くなるように工夫してください。頭長く、虹のように上がりすぎない。こちら上げすぎると斜めに見えてしまいます。気をつけてください。こちらをしっかり下げてまっすぐ立つように、重心と言いますね。重心、はい、こちらとても大切ですので覚えておいてください。はい、行書コーナーですね。1,2と3をつなげましょう。広く持ってきて、柔らかく持ってきて、柔らかく丸くポンポン。はい、こちらの紐も柔らかく丸く持ってきましょう。ちょっと下を広く、広くするのがコツですね。縦、じゃあもうあまり変わらないです。しっかり長く書いてあげるとかっこよかったりしますよ。はい、川1,2と3をつなげましょう。ポーン、1,2と3をつなげます。はい、春が来た川上の出来上がりです。はい、これでですね、佐賀市の小学校26校すべて終わりました。はい、一度小学校シリーズはこれにて終了いたします。また名前シリーズへと戻ってから佐賀市以外の小学校も書いていきたいと思います。ぜひお楽しみください。美文字ドクタープラス〇〇小学校だったり、美文字ドクタープラスお名前で検索していただけると自分の小学校や自分の名前が出てくるかもしれません。まだ
ボル12ですので、今後たくさんシリーズを増やしていきまして、検索できるように、皆さんのお役に立つように、美文字ドクター続けていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。失礼いたします。